ヌアンコ・カヌーです。このカヌーという選手1人が行くだけじゃなくて周りが常に反応してるんですね、はい、ペスキンズずるずる下がります、はい、バックパスでスキーパーに送ったカヌーが狙いました。カヌーカヌーゲット、これはバックパスのボールをフラチェック、まあ、キーパー手を使えないわけですよね。ペスキンズがバックパスなんですね、はい、切り返すところ止めて蹴ろうとしたところもうカヌーが来てましたね、来てましたね。あでもさあオバーバルス、もうこの人は速い、中に入れます、シュートゴール、キネディゴールゲット、速いですね、速かったですね。点を取ってもまだ相手陣内だけで試合してる感じですね。そうですね、あっといいワンツーですね。カヌードリブルで飛び込んできて、さあ中にあーオーバーバランスのシュートでした。今抑えてはいるんだけども、隙ができてしまうというような感じみたいですね、マイクさんの中です。カヌー残してフィリディ止めた、これはキーパーの正面行きましたけどね、はい、しかし今ここです、今です、フィリディが3人の間に抜いて、はい、でカヌーが落として自分残してシュート、今いたというこのシステム、はい、左のサイドバックにウィストン・ボーガードが入って、はい、真ん中にフランク・レブールですよね、はい、フランク・レブールは本来左のサイドバックのポジションなんですが、はい、でボーガードも左のハーフなんですけれどもね、はい、いろんな選手がやっぱユーティリティにできる、あるいは試して、さあシュート止められたカヌー、今のも決定的でしたね、止めて反転気味のシュートでした。これワントラップ、そのままシュートですね、引きずるような、コースを狙いましたけどね。